今年は、リーグ優勝という目標は一つ達成できましたけれども、日本一という目標を達成できませんでしたので、来年は、日本一になることを、みんなの目標として頑張って、あとは去年、今年か函館で勝てなかったので、来年は函館で勝てるようにまた頑張っていきたいと思っています。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて伊藤選手、お願いいたします。いいっすか。やっぱり、最後に日本一という目標に達成できなかったので、来年も、皆様と共に、一緒に戦って、また、優勝の喜びを分かち合えたらいいと思ってます。頑張りましょう、来年も。ありがとうございました。それでは最後になりますが、田中選手から締めのご挨拶と乾杯をお願いしたいと存じます。皆様、グラスをぜひご用意いただけますでしょうか。田中選手のご発声で、皆さんで来シーズンに向けての気持ちを込めて乾杯を行いたいと思います。どうぞ、今お座りいただいていますお客様はご起立の上、グラスをご用意お願いいたします。それでは田中選手、お願いいたします。重複しますが、来年函館でファイターズが勝てるように、そして日本一になって、また皆さんとこういう場が開けれるように、そして皆さんのご健康をお祈りいたしまして、乾杯にしたいと思います。乾杯。のお二人のますますの活躍を皆様と共に応援させていただきます。田中健介選手、糸井嘉男選手に皆様